やったぞ通勤電車チキチキ座席争奪戦なんとか最後の一席を勝ち取ることができたこれはチャンネル登録も増えそうな予感がするまあ会社まで足を休めておこうううおっと抜いた振り抜いた振りやべえパソコンで仕事してるフリットなんかこのおじいさんめっちゃ見てくるんだけどああうわそうやここ優先席やし食ったうわ<ー>かったわかったからどうぞ<ー>くそ明日こそは座ってやる 席を譲るのめんどくさくってそもそも座らない人高評価をしてって。うん、今日は座れなかった。なぜかまたをアピールしてくるこのおじさんがいなければあと一人は座れそうなのに。ああ<ぁ>。あ、やばいやばい。うん、ううん。俺昨日のおじいさんだ。あった。さすがにこいつといえどおじいさんのおなり声の圧には敵うまい。ううう。あれ、おじいさん僕の方見てない？なんで？僕立ってるのに。ううう。ええ、まじか。僕ですか？ううう。あの、ああ、すみません。なんだお前。どうぞ。ううう。 いや僕経営する必要あるあん<ー>やきまず、何してくれてんねん、クソじじ。マジでいいことあるよ、僕の人生。<laughs> よし、今日は座れ。<laughs> どうぞ。いや、ガラガラやん。僕席温めとくやつじゃねえから。あん <laughs> 風呂に入ったんか <laughs> なんてタイミング、それも引きすぎやろ。でも絶対足座るからな。 今日こそは絶対に座って万全の状態で出勤するぞ。財布には痛い,いけどタクシーで行こう。もしもしはい黒猫通りです。あ,あ来た来たいやどうぞ。えいやなんでちょっといやどこから湧いてきた？<laughs> 今日はもう座れとかどうでもいい。とにかくあの爺爺に会いたくない。だから自転車で出勤だ。今は便利だよな。アプリで簡単に自転車もレンタルできる。お最後の一つだ。う <laughs> どうぞいやどうぞやなくて。<laughs> あの爺爺に会わないためにももう徒歩で行くしかない。えっ、ー、と会社まで十キロかギリギリ行けるか。 てか今日は暑すぎない。ふざけんなよ。天気のくせにあやばフラフラしてきた。あやば大丈夫ですか？すみません。救急車来ましたよ。じゃあ乗りましょう。う<ー>どうぞ。いや僕の救急車。さすがにこれはどうぞや。僕がおかしいや。あの、とりあえず見せてください。 今週はいろいろあったけど隊長も復活して今日は街にまたニャんニャん娘のライブだ。ファンクラブ選考、一時選考、二次選考、全部に応募し続けて5年かけてやっと手に入れたチケット。さらにめちゃくちゃいい席。今週男を罪に罪まくったからついに向かわれたってことだね。<ー>どうぞ。いや、どうぞじゃなくって、どうやって入った いや、佐藤くん、かあったのすんごいゲっソリとしちゃって、なんならシワシワになっちゃって。うー。おはようございます。佐藤くん、じゃあこの人はついにここまで来たのか。もう僕の席という席はこのおじいさんに奪われ続ける運命。そう決まってるんだ。えどういうこと大丈夫です。だって仕事してますんで。心配いらないよ、佐藤くん。私を落ち込んでる部下をこのまま放っておくようなことはしない。ここは全部私に任せて。富沢さん。ほな、このジジイ勝手に会社に入りやがって。ほら、そこは私の部下の席だ。さっさと立ち上がれ。仕事の邪魔するんじゃないよ。この動画が。う 言いたいことがあるならわかる言葉で喋りやがれちょっと富澤君、何をやってるのかねあ社長今部下にいいとこ見せてるんで後にしてもらっても何を言ってるんだい早くその手を離しなさいその人はうちの元社長だよ、ね この方はこの会社の元社長で私の先輩だ。ご無沙汰しております、先輩。この度の方々の失礼どんな処分でもお受けします。私の名前は野良と申します。すごい嘘をつくじゃん。いないことをいいことに。でも、すぐに乗っていただければ、こんなことには。いや、ずっと名乗ってたよ。えううなんて寛んなんですか先輩は別に気にしてないって。はあ、よかった。うう今日はそこの佐藤君と横に4あって会社に来たっておっしゃってるぞ。 いやうなり声にしか聞こえないんやけどなんで社長は聞き取れるんでしょうまあおじいさん同士だからじゃないおじいさんごってやつう、えー、はいとりあえず社長室にじゃあ佐藤くん一緒に行こうかえ何それで先輩今日はどうしたんですか <laughs> う<ー>あそんなことがあったんですねいや先輩のマシンガントーはけんですね佐藤くんはい今先輩から今週あった出来事を全部聞いたよえ全部ああ全部だあ,あしか言ってないのに 日曜日にマグ顔コウにラブに行ったときのことまで全部聞いたぞ。え、こいつニャンニャン娘の誰かのおじいちゃんでもあんのかい私は君がそんなに立派な男だとは思っていなかった。見直したよ。そして先輩からその立派な男にふさわしいプレゼントがあるそうだ。受け取ってくれたまえ。えありがとうございます。はい、一緒ですか。それともう一つ君を昇進させよう。昇進本当ですかあからさまにテンションが違うね。そういうとこ気をつけた方がいいね。え、ってことはこれから僕が社長 なわしははいまあ係長ってとこかな僕が係長が社始まい以来の最速出世だぞ君を出世させるべきと上限をくれた先輩にもちゃんと感謝するんだぞう,うにゃんにゃん娘のライブの件は許してへんからなあれううラ,ライブは今度から関係者席を取ってもらうから一緒に行こうだそうだじいじ佐藤のやつ仕事以外で媚び売って昇進なんかしやがってでもそんな方法があったのか私もタもたメめそ まずは懐で靴でも温めようかな。最近私の靴が生温かいんだけどもしかして誰か勝手に履いてる次回退職代行サービスが駆逐される気になる人は左の動画をクリックしてね。